こんにちは。早速なんですけれども、皆さん英語好きな方どれくらいいらっしゃいますか？さすがですね。僕はですね、英語が実は非常に嫌いでした。嫌いだけどできるやつとかたまにいるじゃないですか。で、僕は本当に英語もできなくて、高校3年生の時の英語の偏差値が39 で100点満点の穴埋め式のテストがあってですね、英語ので、一応全部頑張って埋め切ったんですけど、埋め切って帰ってきた答案が4点だった時にもう英語を一生使わないで生きていこうっていう風に本当にそう思ってました。大学はたまたま定期試験の推薦で、行くことができたんですけど、本当に、そういう意味で言うと、僕自身は非常にこう世界とかグローバルっていうキーワードと遠いところに、いた人間だったなっていう風に思っています。まあ、そんな僕がですね、なんでいきなり世界っていうものを意識し始めたのか。それはですね、大学に上京して大学2年の時に友人と一緒に、会社を起業してですね、ビジネスをやっていました。で、そのビジネスをやって1年ぐらいやって、ある程度ですね、こう軌道に乗ってきたなっていう時だったんですね。で、その時にたまたま、外資系の戦略コンサルで働いているですね、すごい大先輩の方がいて、その方と出会ったのが僕の、大きなきっかけになりました。で、その方がですね、勉強会で4時間ぐらいいろんな問答をされてですね、すごいこうあーだこーだ言われて、僕らの自信がこっぱみじんになっていくっていうすごい勉強会だったんですけれども、その中で一つ印象的だった、話があります。で、その方が僕らに投げかけました。グローバルにビジネスを展開するっていうのはどういうふうな展開の仕方をすればいいのか分かりますかと。で、その時ですね、僕は元気よく手を挙げて、はいと。まずいいアイデアがあったらそれを東京でやって、うまくいったらそれを大阪とか関西でやって、名古屋でやって、東名阪でうまくいけばそれを北海道や九州でやって、日本でうまくいったらそれを韓国、中国で、アジアで、ヨーロッパ、アメリカ、そういうふうにこう世界に広げていく、それがこうグローバルにビジネスを展開していくことなんじゃないでしょうかと、非常にこう自信を持ってですね、答えたつもりだったんですけれども、その方にはですね、全然ダメだねと、もうグローバルの具の字も分かってないねって言われたんですね。正直ですね、その時はですね、何言ってんだこの野郎って思った部分がこれがグローバルじゃなくて何がグローバルなんだ、まあ、もしかしたら皆さんの中にも僕と同じように今思った方もいるかもしれないです。で、その方がじゃあ何が言いたかったかっていうと、本当にこうグローバルにやる人っていうのは、例えば何かいいアイデアがあったら、それは日本で必要とされないかもしれないけど、メキシコだったら必要とする人がいるんじゃないのとか、じゃあ例えばメキシコで流行ってるサービスをエジプトに持って行っても流行るんじゃないかとか、で、別にそれは対国境の話だけではなくて、例えばじゃあ豚肉を使わない料理を新しく作りましたと、あ、じゃあこのレストラン、イスラムの人たちに食べてもらえるんじゃないか、じゃあイスラムの人って世界のどこにいますか、別にその対国とか国境ではなくて、中東の方にももちろんいますし、インドネシアとかマレーシアとかアジアにもいますし、アメリカとか日本っていうですね、少なからずそういうところにもイスラムの人たちいるわけですよね。そう考えると、グローバルっていうのは本当に言葉の通り、そのグローブっていう地球から来てるんですけど、本当にこの世界でどこで誰が何を必要としてるのか、それをちゃんと考えることができて、実際にそれをアクションに落とし込んでいける人だと。で、その方がじゃあそういうのをやれてる人どんな人なのって言った時に、例えばユダヤ人とか華僑の人がそうだろうと、彼らは世界中につながりがあるから、実際に日本に来て、あ、なんか面白いもの売ってるなと、これなんかメキシコでもこれ流行るんじゃないかって、メキシコ人の友達に電話一本連絡して、あ、それ面白そうだなと、じゃあメキシコでやってみようよみたいな、まあ、そういうようなこうスピード感を持って、こう世界を舞台に、彼らは活動していると、まあ、そんな話をされたのが僕が大学4年生の時でした。で、正直ですね、脳天にイカズチが落ちるってこのことだなと思ってですね、僕は本当に自信満々にこうグローバルとはこうだって言ったのが全否定されてですね、で、その後にそういう話をいただいて、あ、全然そういう発想したことなかったと、いつも何か考えたら東京でやることとか日本で広めることしか考えてなかったんですね。で、僕は世のため人のためになるようなサービスとかアイデアをどんどん作っていきたいっていうふうに思っていたんですけれども、それも気づいたら勝手に自分の中で日本の中、日本人のためだけにっていうリミットがかかってしまっていたんだなっていうふうにその時気づかされました。まあ、そんな自分のですね、リミットを外したい、そう思ってですね、僕は、まあ、ずっと逃げてきた英語を何とかしなきゃいけない、あとは世界中にそういう仕事の相談もできるような友達を作りたい、そして実際に今世界がどうなっているのか、世界でどういうことが必要されているのかを知りたい、
まあ、この3つをクリアするために僕はその当時起業した会社を辞めて世界に出ることにしました。それで僕はですね、まず英語が全くできなかったので、最初フィリピンに行って英語の勉強をしていました。まあ、英語留学をしていたんですけれども、その留学の最後の1ヶ月の時に、非常にこう印象的な出会いがありました。でフィリピン人のですね、まだ当時22歳ぐらいの若者、3人組、彼らはですね、外資系の広告代理店で働いていたんですけれども、彼らはまだ就職して1年目で、1年目がようやく終わる頃だったんです。で僕は話をしていたら、彼らがですね、カフェだったんですけど、じゃあ次どこで働こうかっていうですね、そういう話題になったんですね。おお、もう転職するのかと、早いなと、どこ行くんだろうと、じゃあなんか業界トップの大手に行くのかなとかですね、ベンチャーに行くのかなとか、もしくは独立するのかなとか、それとも全然違う職業職種に行くのかな、そんなことをですね僕は想像していました。ところが彼らの会話から出てきたのは全く別の言葉でした。俺次どこで働こうかな、俺はロンドンがいいな、俺はシンガポールか香港がいいな、俺はアメリカ、あでも東京も面白そうだよね、そういう会話が彼らから当たり前のように出てきたんですね。僕はとてつもない衝撃を受けました。二十何年生きてきて、日本の友達の中で就職活動とか転職活動でそういうスケールから会話が始まったことは一度もありませんでした。みんな、いや就職だったらどこ行きたい、商社行きたいとか、メガバンク行きたいとかですね、電通行きたいとか、そういう会話は出ても、俺はロンドンにするかアメリカにするか迷ってるよとか、そういう会話って皆さんどうですか？あまり聞き慣れなかった人多いんじゃないかなと思います。ただ僕は彼らが当たり前のようにその会話をしていることに本当にその同士、衝撃を受けました。でそんな彼らとの出会いをですね、後にして僕は、改めて海外に出る思いを強くするんですが、その後ですね、フィリピンを離れて2年間50カ国ずっと旅をしていました。フィリピンの後にはまず北米に行って、中米に行って、南米に行って、北アフリカ、東アフリカ、ヨーロッパ、中東、南アジア、東アジア、東南アジアっていう形で、旅をしていました。で僕はバックパッカーだったんですけれども、バックパックの中には、スーツ一式、革靴、一応ですねオフィシャルな場所にも出れるようにしていて、どうしても訪問したい会社があれば、まあ、アメリカに行けば Google とか Apple のオフィスに行ってみたりとか、イスラエルで、起業家の、スタートアップの起業家がプレゼンするようなピッチに参加させてもらったりとか、そういう場所にも行かせてもらったり、その一方で、例えばアフリカのスラム街に、こう潜り込ませてもらったりとかですね、まあ、本当にとにかくいろんな、場所をですね、自分 の, あの2年間という時間を使ってですね、できる限りのことを学びたいと思って、いろんな場所に、飛び込ませていただきました。でその中で僕の旅にはいくつかのテーマがあったんですけれども、まあ、一つそれはやっぱり、インターネット、ウェブを駆使して旅をしていました。例えばですね、カウチサーフィン、皆さんがしてそうなった後、Airbnb、あとはリンクトインとかミートアップとか、いろんなインターネットのサービスが今普及しています。世界中でいろんな人が使っています。でそういったサービスを使って世界中の人の家に泊まり歩いてました。出会いまくってました。バックパッカーなのに1日5アポありました。ちょっともうちょっと笑ってもらいたかったです俺何やってるんだろうみたいな、今日5アポに追われてるみたいな、そういうのがあったんですけどでも非常にこう楽しい時間を、やっぱりなんでそうしたかっていうと、やっぱりただその街を訪れるだけでは目に入る情報しか入ってこないんですよね。それってすごく表面的な情報でしかなくて、その国が今どう動いてるかとか、その国の人たちが何を考えてるかとか、あとはその福祉ですとか教育ですとか経済とか政治、そういった仕組みの話ってやっぱり分かんないですよね。それやっぱり現地の人に出会って初めて僕らはその情報を手に入れることができる。その情報を知らなかったら、僕らはなんかただただ昔の街並みを見に旅をしているわけではなくて、今その土地がどうなっているのか知りたくて旅をしていたので、現地の人に出会わないと僕の旅は成立しなかったんですね。で僕はそんな風にしてだいたい150泊ぐらい世界中の人の家に泊めてもらいながら、1000人ぐらいの人たちに出会いながらずっと旅をしていました。なんで泊めてもらった人の家の冷蔵庫を開けてみたりとかすると、ドイツ人だったらやっぱりチーズばっかり入ってるなとかですね、あとたまに開けて申し訳、ダイエット食品とか入ってた時に申し訳ないみたいな、こう閉めるとかですね、まあ、そういうようなことも経験としてはしてきました。
で僕はですね旅をしながらもう一つやっていたのが海外で、戦っている日本人の人たち日本のビジネスマンに、出会いながら彼らの活動をレポートしながら旅をしてたんですね。でそれはサムライバックパッカープロジェクトっていうプロジェクトを名付けて旅をしていたんですけれども、その中で、フィリピンで出会った時の出会いをですね彷彿させるような出会いが一つありました。それはロンドンで出会った渡辺さんという方だったんですけど彼は、日本のコンサルの会社をですね、辞めて途中で辞めてその後、ロンドンでファイナンスの勉強をするって言って、ロンドンに来てたんですけれども彼にですね僕はそのまあちょっとうがった見方じゃないんですけども渡辺さんなんでファイナンスの勉強するのにロンドン来たんですかと別にロンドンじゃなくてもできますよねみたいな東京でよくないですかなんで渡辺さんわざわざロンドンまで来たんですかそれでは渡辺さん答えましたいや東京でも金融勉強できると思ったんですけどでもどうせ勉強するならやっぱり世界一の場所で勉強したいと思ったんですそれがたまたま東京じゃなくてロンドンだったとただそれだけですよ、まあ、彼はですね、まあ、しれっと答えてくれたんですけれどもあこれが頭に世界を描いている人の発想なんだなっていうふうに思いました。僕はですね、これまで何か可能性を求めた時やっぱりみんな東京に行こうとか大阪に行こうとか、まあ、神戸に行こうとかそういう思いでこの中にもあの地方出身の方たくさんいると思います。僕も出身は宮城です。でもやっぱりその都市部に集まるなんでかってそれやっぱ可能性を求めてみんな集まってきたと思うんですね。でただですねそれがこれまでは可能性を求めた場所に行くのが東京だったり大阪だったと思うんですけどそれが変わってきました。それがもう中国だったりシンガポールだったりロンドンだったり、まあ、いろんな場所に変わっていくわけです。例えば農業を勉強したいと思った時にもちろん九州で勉強してもいいですし北海道でやってもいい。でもアメリカで大規模農園の経営を勉強したりキューバで有機農法を学ぶとか、まあ、いろんな選択肢があるわけですよね。でそもそも、そういうアイデア発想持ってないと、まあ、できるわけがないですよね。実際にできるかどうかは物理的な要因とか言語的な要因とか、まあ、経済的な要因でできるできない分かれますけどアイデアをまず持っていないとそれはできない。でそのアイデアを今日皆さんには持ってもらいたいなと思って今日ここに立っています。で僕らはですね、気づいたら時代がまあ変わっていた、まあ、そういったらなんかちょっと浅はかな発言になってしまうんですけれども思いを返せばまあ、江戸時代の延長線上にいると思ってもらえればいきなり江戸の話できたと思うんですけれども江戸時代って関所がないと江戸に行けなかったですよね。通行手形がないとそこには関所があって江戸に行けなかった時代があったわけです。それがしかも通行手形を手に入れたとしてもじゃあ何日かかってどうやって江戸に行くんだろう。そもそも江戸ってどういう場所なんだろう。情報もない、わからない。もうお父さんお母さん次いつ会えんのみたいな根性の別れかもしれない。そういう時代が150年ちょっと前にありました。でもそれから大きく時代が変わってきて今どうですか。僕今朝東京から新幹線にやってきたんですけど、まあ、3、4時間でここにも来れました。そう移動手段が発達をしてそもそも日本国内にはそういったもう関所なんか撤廃されてますし好きな場所に行けるようにも変わってきました。それだけではなくて僕ら日本人のパスポートがあれば世界のどこにでも行けるように変わってきていますし旅行だけではなくてそこに実際に住んで働くっていうこともできるように変わってきました。大きく時代は変わってきました。そして何よりも情報をインターネットで集める検索して取得することができるように変わってきました。そういうふうにこう時代の流れが大きく変化をしてきています。なので僕は今日皆さんに一番お伝えしたいメッセージっていうのは頭の中にある日本地図を世界地図に塗り替えるということです。皆さんが何か勉強したいこととか皆さんが何か極めたい仕事があったときにそれを今いる場所とか日本の中だけではなくて世界のどこでそれを学んだりそれを極めていくのが一番楽しいんだろうとか魅力に思えるんだろうとかそういうふうに頭の中に世界地図を描いてほしいんですね。今皆さんがやってる仕事学んでいることそれが本当に世界のどこでやったら一番最先端できるんだろうそれを描いてほしいと思っています。で皆さんが頭の中に世界地図をですね今まあ仮初めの世界地図描いてもらってると思うんですけれども皆さん今ああだこうだって考えてると思います。
でも多分その世界地図はまだすごい真っ白だと思うんですね。何の味気もなくて、開いて見たもののよくわからない。じゃあその世界地図にどうやって彩りを与えていくのか、それはやっぱり日々そこにアンテナを張って、日々のニュースをこう見たりとかですね、いろんな人に話を聞いたりする。もちろんそれでも彩りを与えていくことはできます。ただ本物の彩りはやっぱり皆さんが自分でその土地に訪れることで、その土地に訪れて、でその土地に住んでいる人、学んでいる人、働いている人たちに出会って話を聞いて、初めて本当のイメージができます。ああ自分もここに住んでみたいなとか、あ自分もここで仕事してみたいなとか、自分もここで学んでみたいなとか、そういった発想ができるような本物の世界地図はやっぱり皆さんが足を使って肌で感じて初めて手に入れることができると思います。僕らはですね、この21世紀あんまり周りに皆さん世界に飛び立っている先輩とか友達ってまだまだ少ないかもしれません。だからそんなに情報もありません。でもそれなんでかって言ったら、ようやくそういう時代にシフトしてきたからなんです。ロールモデルがいないのはやっとそういうことができる時代に変わってきたからなんです。なので今日会場に来てくださってる皆さん一人一人が21世紀の世界を舞台に自由に生きていくロールモデルになってほしいと思っていますし、僕自身もロールモデルになれたらと思っています。そうしてその21世紀を世界を舞台に楽しく人生を歩んでいけたらと、そしたら非常にこう楽しく過ごしていけるんじゃないかなと思います。以上ありがとうございました。